ただよび漢文第20項演習編。この時間は僕、浅倉さがお送りいたします。さあ、まずは漢文作文です。今日はこちら。作ってみてください。<noise> はい。じゃあ、分析から行きましょう。ここは、なんぞ一人のみならんやですね。ここだよね。 ね。ま、何ぞがあって疑問し、で、一人があって限定、で、後ろがのみ習いやってなっているってことは、もうここで、ぬいかになると。で、ぬいかの場合は、ノットオンリー a タイプですから、まあ、ノットに相当するものを限定の上にしなきゃいけない。で、単純に否定の場合だったら、ね、えー、 上にね、否定語くればいいけど、今日は、その、なんぞが、のみ、なら、えやになってることを確定すると、あ、半語だから、否定文変換になるから、何の字が不可能の負に相当するんだなって思えばいい。で、あとは、後ろ見てもらうと、あ、長安にですから、保護で、あるが、術語と。ね。で、あとは、のみの上っていうのは何系だったそこもちゃんと確認して。のみの上は 連帯系。あるいは体言が相当するよねって話なんだよね。あのね、ちなみになんだけど、連帯系と体言の接続っていうとさ、例えば断定の助動詞のなりっていうのが古文文法にあるけど、あれも直前は体言連帯系でしょで、それなんで体言と連帯系っていうのが接続するかっていうのを考えたことあるえー、考えたことないのじゃあ、ただ、まだ暗しただけ 限定、断定の助動詞なりは直前体言連帯形って、あの、違うよあのね、連帯形というこの活用形って、実は体言相当になるっていう活用形なのね。で、それは古文の読解とかだと、例えば順体法って言って、下に体言がないんだけど、連帯形を持ってきて、名詞っぽく捉えるっていう用法があるんだけど、そういう点と密接な関係があるのね。 ただそれは古文文法で勉強するというよりかは、いわゆる読解の中で考えていかなければならない、そういった文法なので、まあ今日は、とりあえずね、まあのみの上は体言連体系ねっていうふうには言っていたんだけど、本当はそこにもちゃんと理由はあるはずなの。だけど、まあほとんどの古文文法を勉強している人の多くは、助動詞っていうのは接続が ね、えー、未然形がこれで、連用形がこれでっていうとこばっかり言っちゃうけど、そこの意味をしっかり考えると、例えば漢文で、ひらがなで書き下せって言われた時とかに、あ、もしかしたらこの上ってこの可能性があるのかなみたいなこといろいろ考えられるんだよね。なので、しっかりそういうとこまでね、勉強できるような、まあ、ちょうどね、解説編でも言ったけど、頭を使って学ぶことの楽しさをみんな学ぶんだよ。いいね。たくさん覚えた人が偉い時代はもうないからね。 それはもう機械の方が圧倒的上になっちゃったので、皆さんはインプットしたことを新たな可能性が見出せるように組み替えて、機械にはできない、クリエイティビティなこう、ね、発想で物事をね、捉えるようにしようね。まあ とは言ったけど、連帯系と体言のことなんてクリエイティブさなんて一つもないんだけどね。ただ、あ、そういう点があるんだなっていう、その頭の使い方ってことはね、学びましょう。はい、戻ります。あと、故郷が先頭にいるから、まあ、あれがね、冒頭に来るんだろうなってことはわかるので、はい、従って、回答ははい、こうなっていればいいかな ね。え、この並びでした。なんでかっていうと、これが半語になるなら、不可能の負の字に変換できるから、これによって、not オンリー a タイプに変換できるからね。だから必ず語順はこの語順ででいいか。で、あとは後ろはいつもの通り、述語が来て保護が来るっていう並びなので、これが正解ですということでした。ね。はい。では、演習をしていきましょう。 はい。行きましょう。まずは、文末の耳ですね。文末の耳は、限定になりました。読みは、のみが正解。ね。それ以外にも、以前形のイの字が絡んだ、1文字、2文字、3文字タイプと、あとは何字って読むね、パターンがありますので、あれらはね、すべて文末でひらがなのみ。ね。限定や強調を表すっていう働きでした。さあ、二つ目はっていうと、ほら、来た。 文末の、これは二文字タイプだけど、とにかく依然形のイの字が絡んでたら、限定になってのみ。同じもの選べたから、文末に出てきたこれか。ね。解答は C が正解でした。はい、次。読み答えなさいだって。で、あ,あ、 上に疑問の何がいて、で、下解くっていうのは限定でただって読める。あ、類化になるのかもしれないなってまず疑う。でも、これを類化にするためには、上の字が否定にならなきゃいけない。否定にならなきゃいけないってことは、あれを反語判定する必要あるね。本当に反語になってるかなって見ると、のみならんって言って、で、最後、やでしょ、きっとこれ。ね。のみならん、いやーってなってる。なんでこれやになるんだっけ 半語がんやだから違うよ。疑問の漢字がいた中で、文末のこの字を読むときはやになるんだっていうのが、はい、この講座。で、やっていたことを使えばいいだけね。はい。そうすると、おこれで確定で半語になるから、ここが不可能の不の字に変換されるので、類化になるんだっていうことが決まり、 で、類化になる時のポイントは何かっていうと、ただの時は送り仮名は2がつく。ただ2だよね。はい、ただ2。あが正解。はい、最後はセンター試験の追試の問題です。 で、センター試験の追試っていうのは、実は本試験と比べて少しレベルが高いです。イメージ的に言うと、私立大学や国立大学の水準、そこまでとは言わないけれども、ちょっとレベルが高い問題になるので、まあ、センター試験の追試って、こうね、まあ個人的には、あんまりやたらめったら問題解いてほしくないっていうのがちょっとあったりするのね。 それよりも、例えば共通テストを受ける人は、まずは本試験を中心的に練習していって、で、直前期にやるならやってもいいけど、結構ね、直前期に追試やるとね、難しいから、へこたれちゃう人いるのね。あー俺、1年間、3年間ね、えー、一生懸命勉強してきて、センター試験共通テストの直前期に追試といたら、全然できなかったよって言って、こう1月のね、<laughs> その土日の,あの共通テストの日に、 ペこーンって、こんだ状態でいっちゃう人いるから、まあ、なんか時期と、あとは、ちゃんと習う先生に、こう、うまくね、マッチングしてるんだったら、追試って学ぶことがあるんだけど、やたらめったら自分で解いちゃうとね、難しすぎちゃうので、まあ、この講座の中でもそんなにね、使わないんだけど、今日はね、えー、まさに、類科限定を勉強するに、ふさわしい問題ですので、ちょっとやってみたいと思います。はい、そうすると、えー、っと、このことってなってて、ここだわね。うん。 あ,あ、否定があって、限定の一人があるから、あ、これで類化だと。で、このパターンだったら、あ、のみならずって送り仮名が来るタイプでね。のみならずだと。で、えー、っと、not only a タイプになるので、あ、きっとどっかにバットオルスー B が来るんだなっていうことを考える。で、バットオルスー B どこに来そうかなと思ったら当然後ろになるんだけど、ちょっと行くよ。ここが A でしょで、どこに B 来そうって言うとどこに来そう うん。あ、ここに、またって字が使われてるから、あ、これがおるそうだと。じゃあ、まあ、ここら辺が B だろうと。ね。で、よく見たら、あ、確かに、こっち近人、今の人って意味ね。で、こっち個人、昔の人って意味だから、あ、今の人だけじゃなく、昔の人も同行だになるんだろうね。ね。 あで、一応ちょっと前からこれ読んでみるとですね、えー、ここら辺からちょっと読んでみますか。年老いて、えー、学ぶことができる。何か勉強する人っていうのは、ただ私と縁白行っていう人だけだ。まあ、ここも限定してるね。つまり、まあ、年齢がね、行ってから勉強してる人って二人だけなんだよって言ったことに対して、この当場、祖職って人なんだけど、あこの人は言いましたって。 って言って、それは今の人だけじゃなく昔の人もなんだよって言ってんだよね。で、ちょっと次大事なポイントがあって、ここさ、なんて読む当たわずって読むただ、それは絶対にないんです、今日は。え嘘つけよ。だよね。だって、これ。 いや、不可能の句法であんた不能は当たわずだって言ったじゃないですか、あれね。そうだね、確かに言った。でもね、僕はその時にもう一個こんなこと言っててね。例えば、不可でべからず、不能で当たわず、で、不、l で何々を得ず。彼らは、あ不可能の句法になるんだけど、イメージ的には can not になると。can not になるってことは、それは言い方変えると、助動詞のような機能を持つってことだね。 助動詞のような機能を持つってことは、後ろの要素は何かが必要じゃない may の後ろには何来る can の後ろには何来る must の後ろには ?will の後ろには絶対英語でだったら、V が来るはずだよね。つまり、述語が来るはずだ。でもよく見て。これ、不能の下に、述語がないの。述語がないなら、あれをあたわずっと読む意味がないんだよ。だって、 助動詞を中ブラリンにするわけにはいかないから。じゃあ、この時ってどうなるのなんだけど、こういう場面ってのは実はあり得て、こういう時はね、こう見るの。この字が、いつも通りの助動詞で、何々図。そして、脳の字を述語として読んで、 その時は、よく、す、というふうに読みます。あ、確かに、これ、ふの字がなかったら、彼、副詞でできるって意味の、よくと読むよね。で、それを利用して、よく、す、という動詞で読むことができるんです。当然、意味は何ですかっていうと、意味は同じく、できる、できない。ね。そういう訳し方でいいわけだ。よくす、すができる。で これの場合だとよくせ図ずになるからできないっていう意味にはなるんだけど、要は特定の述語がこの不能の下にないのであれば、この字自体をできないという意味の述語にするんだってこともぜひ知っておこうね。これわかるどう考えても本詞では出なさそうでしょ追詞だからこそ、おい、不能で覚えてるのか当たわずそんなのダメ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 。だって後ろに述語ないんだもんってことを、 センターの追試は皆さんに要求しているわけね。さあ、そのことも踏まえてもらって、とりあえず、一人あんちゃらのみにあらず、で、個人、また、おにゃおにゃってなってることちょっと確認しましょう。うわぁ、おい、い文字ね。<laughs> てか、不思議だよね。だって皆さんきっとさ、小学校1年生の時はさ、こういう文章をずっと読んでたんでしょと思わない すべてひらがなの教科書だったわけじゃないで、それがさ、ああ、18歳、19歳、20歳、まあ、もしかしたらもうちろん大人になってから見て、嫌だなって思うんだよ。不思議。人って不思議だね。ね。あの頃思い出して、ひらがなの文章を読むことに何も厭わなかったのに、我々は漢字を覚えてしまったがゆえに、カタカナを覚えてしまったがゆえに、ひらがなだけの文章を見るとなんだか気持ち悪いって思っちゃうんだね。それは、成長でもあるけれども、うん。 それを僕らは入試問題では考えなきゃいけないみたいな。さあ、だからこそ捉えるべきはとりあえず一人何々のみならずっていう形が欲しいことを確認しよう。そうすると一番は、一人、えー、っと、あ、のみにあらずって形になってんのか。んなんでのみにあらずなんだろうね。ちょっとおかしいなって思う。でもまあ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 、悪くはないのかな。え、ならずが欲しいんだけどってみんなは思ってるけどね。 はい、2番。えー、っと、あ、ただにって言ってるけど違うね。今日は1人のタイプだから2番はない。3番はっていうと、おわずかにって読んでるけど、1人のタイプだからこれはない。4番はって言うと同じくただにのタイプではないから、4番もなくて。5番はっていうと、1人近隣のみよくせざるにあらずってなってて、これちょっと、のみにあらずがちょっと変な形になってるけど、のみにあらずはある。 ね。だけど、俺、ならずじゃなかったっけってなるんだよね。でも少なからず、パッと見た瞬間、234は1人って読んでないからないね。じゃあ、と、1番か5番なんだけど、え、先生、1人のみならずでしたよねなんだよね。うん。はい。丸暗記をやってる人はそうやって言うんだよ。ね。 いや、確かに僕は解説編でもそうやって書いてあったよね。えっ、ー、と、この、類化の工法になって、一人の時、後ろは、のみ、ならずになるんだと。で、なんでならずになるのかっていうと、ここが本当はにあらの形。非常事態の日だったら、そもそもにあらずになるんだけど、でもこれならずになるねっていうふうに言ってたのね。ね。で、それは皆さんはきっと、しっかり復習してくれたと思う。で、今このセンターの問題を見たら、あ、ならずを探そうと思ったのにない。 でも、1番と5番を考えるしかないってなった時に、ここで皆さんは頭使う。あ、なんだと。確かに、〜何々ならずっていう風に読むのが典型なのかもしれないけど、先生は言ってた、断定の助動詞のなりは、そもそもにありがベースになってるんだったら、じゃあ別にそこを、ならずじゃなくて、にあらずって書いたって別にいいんだよねつまり、非常事態の非を使っていなくたって、 結局、ならずは何々にあらずと一緒だからこそ言い換え可能なんだから、じゃあ、今日はセンターの追試はそこまでやってきたんだなっていうふうに気づけるわけ。これよ。僕がもうずっとずっと言ってる暗記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 の漢文をそろそろやめませんかって言ってる理由。そして古文文法で学んだことと漢文をつなげようっていう意識がちゃんとある人かどうかの理由。いいセンターレベルで出てね。まあ、追試だけどね。 なので、別に、東大、京大、あるいは、南関の私立大とかでね、出てるならまだしも、ね、センター、報酬が受けられなかった人が受ける試験で出てるんだから、これぐらいの頭は必要なんだってことよ。いいで、確かに一番後はもうちょい見てみると、ほら、これよくせざるってなってて、こっちもよくせざるってなってるから、ああ、はいはいはいと。ね。ああ、当たわずじゃないんだなと。 で、後ろはって言ったら、1番が個人もまた自ら少なしって言ってる。で、5番は個人もまたおのずから少なきって言ってて、まあ、後半戦も違うんだけど、一番今日違うのはさ、この、のみをこっちにつけてんのか、ここにつけてんのかの差なんだよね。でしょで、またここで、ね、えー、マルアンは何やってるのかって言うと、いや、先生ね、 先生はあ、これが来ると何々のみにあらずっていうふうに読めって言ってた、ね。読めって言っていたから、じゃあ回答1番です。読解してないじゃん、それ。本文戻るよ。あのね、ここはさ、今の人が良くするだけでなく、 昔の人もまた同行ううだっていう風な not only a, but all o b にしたいんだよね。ってことはさ、ね、これ何と何が a だけでなく b もの形になってるここでこれ使うの。あ、not only a, but all of t y p e は基本的に同じようなものを何々だけでなく何々もにするんだよね。そうすると、今日後ろ見ると個人もまたなのね。じゃあ、この個人と 同じように並べるためには何が来なきゃいけないのかって言ったら古い人もなんでね昔の人もなんだったら今の人だけでなくてこれが not only a, but all o b で並んでるはずでしょわかる要はこの not only a 型が来るとのみの位置っていうのは移動できるの。 で、その移動できるんだけど、そこをどうやって見抜くのかっていうと、結局それは、後ろの B を分析しないと分かんないんだよ。いいこの類化の句法が出てきた時っていうのは、ノットオン l y A 型になるな、あ、じゃあ後ろにバットオルソ B が来るなって予測をする。だけど、実は何々だけでなくに相当する A の部分って、 B との相対関係で、あ、これだけでなくってのが決まるんだなっていうことね。それは言い方を変えると、例えば英語で接続詞が出てきた時って、後ろの形からどこと繋がってるかって判断するよね。例えば、and、バッ t とか、or とかって、後ろが ing になってるんだったら前の ing と繋ぐよねとか、トゥーフテージが来てるんだったら前のトゥーフテージとつと繋ぐよねとかっていうふうに、英語の時発想するでしょ。 それと同じ発想を類科の工法でもやってほしいの。つまり、今日は B もまたって言ってるから、この個人と並べられるようなものが A になるなってことを考えると、この A の人物の方にのみをつけたいの。近人だけが何々だ、するんじゃなくて、この昔の人も どうこうするんだっていうふうにしたいのね。だから、一番のように、近隣のよくせざるのみにあらずっていう形で、このよくせざるだけじゃなくじゃなくて、こっちじゃなくて、近隣、つまり、この人だけがほにゃほにゃするんじゃなく、個人も、 どうこうするんだで、ここで A だけでなく B も作るっていう風にしたいので、回答は5番が正解となります。非常にレベル高い問題なんだよ。つまり、皆さんはこの問題から様々なことを学ばなきゃいけない。それは、ノットオンリー y 型のこの類化の句法が出てきた時っていうのは、定番は確かにのみならずだけど、そのならずの部分はニアラに変換していい。それはなんで 古文文法をただ利用しているからという古文の目線。そして次は、のみにあらず、もしくはのみならずのこののみは移動ができる。で、その移動するものはどことの関係の中で見るのかっていうと、B の方で何を語っているのかから推測して戻っていく。今日の場合は、昔の人もだよって言ってんだったら、今の人だけでなくって、今の人を A にしたいんだなっていうふうに、 考えるってことね。さあ、実はこの類科の句法っていうのは語順も大事だったんだけど、今日の最後の問題のように、古文文法の言い換えを使ったりだとか、あとは単純に、のみの部分が必ずしものみにあらず、もしくはのみならんや、のような、あ形を取るわけではない。のみって移動するんだなっていうところがポイントになります。とりわけ、これが読解の中で出てきたときは、ここの読み取りを間違えちゃうと、 文章が大きく変わっていっちゃうよね。なので、もし最後の問題をとりわけ間違えてしまった人は、そのあたりまでカバーできるように、英語とこの漢文の関係性と比べつつ、文章に取り組んでみてください。じゃあ今日はこの辺で。